今日は函館のこちらのね、あれここ何神社？これから調べます。すいません。蝦夷みくじを取りに行きまーす。たびたび TV チャンネル。さあ、函館修学旅行2日目、蝦夷みくじをもらうためにこちら函館の湯倉神社にやってまいりました。すごいね、立派。はい、こんな感じです。手水もあります。さあ、こんな感じです。さあ、それではコロナが早く収束するように、今年は北海道の神社全部回ります。はい、ここはね、開運小槌おみくじもあるし、かっこいいね。です。ここも稲荷がいます。あれ、でかっ。かっこいい。です。うわぁ。さあ、ということで、とうとう我々始めようかと思ってます。これです。北海道ご当地おみくじシリーズ。イカソウみくじ、蝦夷みくじ、はい、300円です。金の糸を狙って白がいい。ということで、とうとう始めます。一箇所目、函館。イカ。これどっか全部乗ってんの？あ、そこにある。あれも映してる。あれ大変。これです。蝦夷みくじ。上は稚内、下は函館。もっとある。根室もあって。ホタルないでしょ。ホタルないで。さあ、それでは釣ってください。さあ、ここで丸部が出てしまうんでしょうか。忘れました。おめでとう金。はい、これでホーナー参加することになりました。それ開運かっこいいかな、やっぱり。100円抜き。じゃあ、はい、まずはジャイです。大吉です。おお、大吉です。おめでとうございます。いいこと書いてある。ホーナーのところには刺さっております。はい、誰が先だ。ホーナー先だ。さあ、ホーナーの蝦夷みくじは吉でした。はい、吉でした。開運みくじどうなのか。でも中身はここの。あ、そう、一緒じゃない。みんな中吉です。おめでとうございます。そして中吉。中吉です。仲良しです。そしてこれが入ってます。何もいいことは書いてませんでした。大吉なのに。ほら見て、願い事。お葬儀が後にかなう。この靴下を慎みてよし。喋んなってことでしょ。だからその通りだ。幸運の北海道名所、鮭の馬上からの眺めも書く。書いてある。モーザンホースパーク。すごいなそれ。すいません、遠いけどあっち行きます。うちでのこっち。これから暗くて見えない。それでは続きまして、おみくじ来ます。お、色ジャギン。さあ、それでは黄色を持ってきました。狙って引いてきたので。黄色が運を持ってるかどうかっていう問題ね。行きましょう、山田ボスを。はい、
ん、どこだ、あった、大吉だ、大吉ですね。おー、ありがとうございます。俺の運勢、願い事は金銭その他万事心任せです。安心油断大敵、本当かな、待ち人は頼りなし来る。え頼りがないけど来る、うせもの出る、旅立ちはね、行き先利得あり。おお、行くよ俺どっか。商いはね、売り物買い物損はなし。いいことばっかりだぞ。大吉だから。大吉だよね。全然ダメですよ。縁談、守備よし、思わず早く整う、安心せよ。やべえ。急にここに来て。病はね、精神の安定第一。お損やすし。死ぬのかい。あと、矢移り、転居、急がぬ方が吉。越さない。恋愛、この人となら幸福かい。常温。おう、はい、それでは、これが今後遊び屋本舗が引いていきます。遊び屋本舗の運勢、自分大口出てこれしょぼかったらやだな。いいのが出たら俺のおかげ、悪いのが出たら先のせい。それではお待たせいたしました。いきます。遊び屋本舗のエゾミクジ。おお、大吉だ。おめでとうございます。さあ、幸先いいぞ。全部大吉引くのぞ。みんな行きます。願い事、願いが叶うと吉祥。あ、願うが叶うと吉祥。北海道弁だって分かりにくい。叶うって信念を持って進むべさ。お、健康、規則正しい生活を心がければ問題ないっしょ。仕事、自己の目標に邁進すべき先は明るいでさ。恋愛、熱意は届くしよ。勇気出して踏み出すべき。踏み出すべさ。なんだ。金、財布の紐を緩めても大丈夫な時っしょ。緩めたって出るものないっしょ、もう。学業、問題なくクリアできそうだべさ。復習忘れずに。幸運の北海道名物、隠れソウルフード、砂糖醤油で芋菓子。幸運の北海道名所、日本最北端の離島、花の浮島礼文島、行ってきます。すごい、以上、大吉でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、いろいろと時間かかりましたけども、オールクリアということで、今後、この御朱印始まっちゃったから、はい、今日から御朱印ももらいに行くし、蝦夷みくじを道内に集めに行きたいと思います。それでは次の場所へ、ゴー。